はいどうも、ウサオでございます。今日はね、デスチャついにね、配信されたので、まあ、リセマラおすすめ、まあ、役割別キャラ、まとめみたいな感じで、キャラをね、2、3体ずつ役割ごとに、紹介していこうかなって思ってます。はい、まず、攻撃型ですね。まず、イブですね。これは今ピックアップされてるキャラです。で、まあ、攻撃型なので、水属性のキャラと、攻撃型で、まあ、水属性のキャラと相性がいいので、まあ、回復型にもルサルカとかいると思うんですけど、まあ、その辺と組み合わせて強いキャラになってます。で、このキャラのね、特徴はやはり火属性にね、追加ダメージ与えられるっていうね、ノーマルスキルで追加ダメージなんでね、回転率も早いかなって思うのと、まあ、フィーバーで、火属性相手だったら、イブで一気に攻撃すると、杖に追加ダメージ出ると。あとは中毒不要ですね。追加ダメージ系がね、またね、中毒、も不要できるので、まあ、追加ダメージの鬼というわけですね。で、ドライブスキルが全体。まあ、なかなか強いキャラというか、まあ、かなり攻撃性能が高いキャラになってます。もう一人のね、ピックアップキャラ、フレイですね。で、フレイはこちらも攻撃型になってます。でね、フレイは、まあ、こいつはもう自身の突破力を高める。まあなんか追加ダメージで攻めるんではなくて、もう俺の力で攻めるぜみたいなキャラなんですけど、まああの HP 低い敵に、ダメージ与えるスキル多いので、まあ格好撃破もかなりやりやすいのかなと思います。で、クリティカル上昇のバフ持ってます。で、全体攻撃スキルと、まあなんでしょうね、3体攻撃のスライドスキルは非常に使いやすく、HP が低い敵を狙うので、かなりね、スライドスキルも使いやすくなってる非常に良いキャラだと思います。しかも闇属性なんでね、属性の面で見ても、まあ、優秀なのかなって思います。まあ、僕的にはちょっとイブの方が、まあ、なんか後々使いやすそうかなっていうのもあるんですけど、まあ、フレイの方が組み合わせしやすいキャラが多いかなっていう印象も受けるので、まあ、周りのキャラと合わせてもこのキャラはかなり評価高いかなって思います。はい、次、ヘスティアですね。これは火属性のアタッカーになってます。まあ、ここがね、アタッカーのリセマラで狙う際のボーダーかなって思ってて。まあ、これバーンダメ、バーンエッジ。まあ、これイブより若干追加ダメージ低いんですけど、まあ、火属性に追加ダメージを与える。まあ、イブの非番って考えてもらえばいいかな。で、出血の持続ダメージとかね。で、高速型の場合、120の追加ダメージとかありますね。イブの火属性バージョンのキャラで、まあ、追加ダメージで攻める系のアタッカーなのかな。フレイとは攻め方が異なりますが、なかなか火属性のアタッカーとしてはね、強力なキャラになってるのかなって思います。で、もちろん全体攻撃持ってますので、まあ、一気に敵を攻撃することも可能です。はい、続きまして防御型行きましょう。はい、説教するダナでございます。これ海外版ではね、めちゃくちゃ強かった。ただね、日本版では若干弱体化されてるらしいです。で、ライトリフレクターが、デバフ免疫付与。まあ、これ3秒間なんでね、まあ、ハイスピードバトルなので、まあ3秒間で意外と長いんですが、まあこれは自身にかかるスキルなんで、まあまあ普通。でも自分がデバフにかかんないんで、まあ、強いっちゃ強いです。で、スライドスキルにね、光属性優先に味方3体にバリア1400、プラス防御 40%。これかなり強力ですね。バリア付与できて、防御を上げられると。まあ、鉄壁になりますね。で、さらにドライブスキルで、ドライブスキルダメージ防御、プラス 30%、これ15秒間。まあ、14秒と15秒、これ本当に長いので、まあ、これだけ見ても、ダナはね、防御性能が高いキャラになっているかなって思ってます。続きまして、マルスですね。失踪するマルス。でね、こいつの魅力はスライドスキルですね。14秒間自身に 188% ずつ持続回復、14秒間味方に全体にバリア、14秒間味方全体にバリア、これはね、ダナと違う点は全体にバリアということですね。自分の持続力が高くて、まあ、持続回復ができるかつ味方全体にバリアを与えられるのと、ノーマルスキルね、吸収持ってます。余ダメージ 26% を、吸収を持ってるので、まあ、こいつはデバフにはかかりますが、なかなか強いので、まあデバフを解除できる回復キャラがいれば、まあ、ダナよりかなり、防御性能が高くなってくるのかなっていうね、まあそこで差別化されてるのかなって思います。で、15秒間味方5体にドライブスキルダメージ防御プラス 20%。まあこれはね、全体にかかるが威力というか、
効果が低いんですよね。ダナより。まあでも、全体にかかります。まあだから弱いわけじゃないですね。結構マルスもね。てかマルスかなりいいかなって思ってます。防御型の中では。はい、続きましてアリアですね。こちらね、シェアガチャで持ってる人はリセマラで狙う必要はないので、注意してください。で、アリアはね、かなりね、バフ性能が高くなってます。で、8秒間、味方一体にバリア、ノーマルスキル。まあ、これは対象選べないっぽいですね。で、スライドスキルが、追加、これ防御無視。防御無視持ってるんですよ、これ。バフ役なのに。で、防御無視のね、スキルって結構このゲームでは強いらしいので、防御無視っていうのは、これダメージになるので、まあ、バフ役でもダメージできるって考え方でいいと思います。さらに味方のドライブゲージプラス100。お、強みたいなスライドスキル。これどうしたアリア。そしてドライブスキルが HP の低い味方をリジェネ。80ずつ回復。26秒間。長いですね。まあ、単純計算でも2400とか2300ぐらい回復できるので、なかなか良いかなって思います。さらに味方のドライブゲージプラス 10%。で、強くない？まあ、アリアかなり強くて、まあ、これ早く配ってほしいんですけど、まだ届いてないんですよね。っていうキャラになってます。はい、続きまして、こちらね、コーガになってます。でね、コーガの良いところは、これスキルチャージがね、スキルフルチャージ 52.5%、プラス、まあ、スライドスキルで、スキルゲージ量 50% プラス、クールタイム減少。まあね、このゲーム早いので、コーガの役割はこれ、ヘイストみたいな感じだと思っている。FF やってる方いたら。まあ、あの、スピードアップバフに長けたキャラって思ってくれればいいのかな。で、ドライブゲージとかスキルゲージ上げるキャラなんで、本当にこれ欲しいんですけど、イブ持ってたら、なんかコーガとイブだけで回せそうなほど強くてます。ドライブスキルにもね、気絶プラス、敵に気絶プラス、ダメージプラス、味方のドライブゲージプラス400。いや、強えなぁ、これもなって思って。これ、イブ持ってる人はちょっと、コーがね、欲しいんじゃないかなっていう性能になってます。これもかなりおすすめキャラかなって思います。続きまして、妨害型、行きましょう。で、妨害型、ランフェでございます。これね、課金ショップのオーナーですね。で、対象の攻撃力マイナス500、攻撃力の高い敵に、200、対象の攻撃力マイナス500がノーマルスキル。で、敵のドライブスキルゲージ下げられるのがスライドスキルとドライブスキルになってます。これ対人で役に立つのかな？ドライブゲージさせない女みたいな感じです。で、さらに対象のバフを解除できますので、あ、しかも追加で防御無視ダメージも持ってますね。まあなんか、攻撃も若干できて、まあ、バフ解除プラス敵のドライブゲージ、まあ、ドライブさせねえぜっていうのがね、強いデバフキャラになってます。まあ、単純ですけど、かなり強いですね。しかも闇属性なんで、フレイと合わせることできます。はい、そして、ジュピターでございます。これはね、敵を妨害するというよりは、まあ、敵の防御を避けてこちらの火力を高めるってキャラになってます。ノーマルスキルで防御マイナス 17% ですね。で、あとは出血ダメージ不要。で、こいつもバフ解除可能です。ドライブスキルで。で、さらに、対象に防御マイナス 30%。で、属性が火。まあ、またヘスティアとね、相性がいいキャラになってくるんですけど、まあ、これは火力上昇のデバフなので、まあ、火力上昇できるバフとね、また重複してかけることできると思うので、まあ、その辺が強いですね。防御下げて攻撃力上げれば、めちゃくちゃ火力出るっていう話になってくると思うので、ジュピターはね、まあ、リセマラでは狙わなくてもいいと思うんですけど、出たら嬉しいキャラ。まあ、ただ全然可愛くないっすね。はい。で、問題の回復なんですけど、ちょっと一応マートだけ紹介します。で、マートは、味方一体に、凍結石化状態を解除みたいなね。まあ、デバフ解除系のスキルを持ってるのと、まあ、持続回復蘇生っていうのが、まあ、なかなか汎用性が高いヒーラーになってます。ただね、ヒーラーって別に星4でも強いキャラいますし、まあ、他のヒーラーも全然、なんかね、役割が全然違うんですよ。だから最強っていうか、まあね、ダンジョンに合わせてヒーラーが一番ね、コロコロ変える必要があるのかなって思うので、
まあ、ちょっとヒーラー強そうだなって思ったの、名前だけあげます。画像も上がってると思うんですけど。で、マーとルサルカ、アウロラ、メティスなんですけど、まあ、メティスとか、フシとか持ってます。あと、シュリンクスとかもいいですね。まあ、なので、ちょっと回復キャラをね、紹介するとね、まあ、なんか大変なことになると思ったので、回復キャラどんなキャラでも全然、なんか、いろんなとこで使えそうだと思いました。星4でも。まあ、なので、まあ、今挙げたキャラ出たら回復キャラの中では嬉しいかなって思ってくれれば良いし、まあ、他の回復キャラが決して弱いわけではないので、まあ、なんか回復キャラの扱いはね、こういう動画では難しいかなと思って、こんな感じのまとめ方をしました。はい、いかがだったでしょうか。まあ、持ってるキャラいねえつって怒ってる人もいると思うんですけど、本当に冒頭で言った通り、ココが今ね、役割が全く違えなーっていろんなサイト見たり、まあ、自分でやってみて思ったので、まあね、どんなキャラ出ても嬉しいと思う。今回はこんな感じでソフトでまとめました。というわけでね、今後ディスチャの動画上げていこうと思ってるのでね、サブチャンネルとこのチャンネル、まあ、どちらもね、登録していただければありがたいです。それでは、ご視聴ありがとうございました。また見てね、バイバイ。